まあ、いろんな方法があるので、その人の状況によってね、こう何をやったらいいのかっていうのは一概には言えないと思うんですが、どうもゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。今日はですね、以前いただきました質問にお答えしていきたいと思うんですが、先日ですね、キャディバッグのプレゼントの動画をね、出させていただいた時に質問を募集したのですが、結構多くの質問で、ね、いただいて、今日はいくつか質問にね、お答えしていきたいと思うんですが、まず一つ目なんですが、捕まった球が打てるようになりました。ですが逆にフックが多くなってしまってます。大地さんのような綺麗なドローを打つためのフェースコントロールの方法やコツがあれば教えてくださいっていう、ことなんですけど、まずちょっとコツっていうことよりも先に、この上達の中でどういう意識の切り替わりがあるといいですよっていう話なんですけど、私のレッスンの場合はまずボールを捕まえることをですね、目指していきます。捕まえるっていうのはこうドローボール、フックボールを打つことですね。腕が自然にこういうローテーションができるようになってきて、最初こう硬くてフェースが返んない方なんかはやっぱり特にちょっと返しましょうっていう意識をしてもらったりとか、返るためのまずこう打ち方、構え、まあそういう動きをですね、ドリルを使ったりして練習をしていただくんですけども、それによってボールが捕まるようになりました。実際にスライスが出ませんっていうね、アイアンでスライスが出ませんとか、フックドローがもうほぼほぼ 90% 以上出ますってなったらですね、次はフェースを返さない意識が大事になってくるんですね。要は最初はフェースが返って、まあ、ヘッドスピードが上がったりボールが捕まるっていうことをしっかり実感して、次にそのフェースをいかに返さないかっていうことが最終的なこう目標ゴールだと私は思ってるんですね。だからこうプロゴルファーの方でも今のまあクラブは自然にボールが捕まるようになりやすくなってるので、フェースをこうまあ返さないっていう意識の方がほとんどだと思うんですよね。こうフェース返して打ってますっていう方は、なかなかいないと思います。自分も実際フェース返ってますけど、返す意識は全くなくて、どっちかというと返さない意識を、強くしているんですけども、もちろんまあ強いフックボール、ドローボール打つ時とかインテンショナルにかける時なんかはそういったこともありますが、基本的にはまあアプローチからこのドライバーまでフェースは返さないっていう、まあ、パターンも含めてそうですよね、という意識がこう必要になってきます。フェースを最初返す意識からだんだん返さない意識になりますよ。最終的にはこうフェースまっすぐ使うっていう意識になっていくといいですよっていうことをまずは知っておいていただきたいかなと思います。なので、実際は返ってます。これはどんなプロゴルファーでも実際にはめちゃくちゃフェース返ります。返ってるけど、その人の中でもしくはインパクトゾーン等でフェースが返っていないだけで、実際に返さないで打つってたらもう手ちょっと変な形になっちゃうんで、実際にはめちゃくちゃ返りますっていうことを、まず知っておいていただきたいと、最終的には返さない意識っていうのがボールをコントロールできるようになりますよっていうことなので、フェースをコントロールするコツっていうのは、まずはまあとにかく小さい動きやアプローチとかからフェースが返さない動きがちゃんとできるのかっていう、こう手の動きだったり、そういうグリップを、ちゃんと実感することですよね。30ヤードとか50ヤードとか70ヤード100ヤードどんどん伸ばしていって、同じような感覚で打てているのか、フェースをこう返しているんだったら、まあ、手だけのスイングになっちゃってるんで、腕と体が一体感が出るような、そういったアドレスだったりこうスイングができるような練習をしたりとか、まあ、いろんな方法があるので、その人の状況によってね、こう何をやったらいいのかっていうのは一概にはこう言えないと思うんですが、とにかくフェースは返さない意識にしていかなきゃいけないんで、まずはこのパター、2人とパターですよね。パターの延長から考えて、フェースをどうやったら返さずにボールをストレートに飛ばせるのかなっていう。だからスライスが出ちゃうとか、大きく曲がってこう飛距離をロスしちゃうっていう、そのスライスによってね、という方はやっぱりまず捕まえる練習をしなくちゃいけないので、いきなりそういった方がフェースが返さないようにってなったら、本当にこうもうスライスしかできないってなっちゃうんで、ある段階からはやっぱり返さない意識、最初に関してはやっぱり返す意識、捕まらない方に関しては返さない意識、返す意識ですね、ことが必要ですよということをまずアドバイスしてさせていただきたいと思いますので、捕まるんだったらとにかく返さないような練習をアプローチから心がけてやってみてくださいということですね。というのが一つ目の質問ですね。寒くなり始めてお家出たくなくなっちゃうのですが、大地さんもやってる家トレ
ながらどれありますかっていうね、ことなんですけど、まあ家に限らずですね、とりあえずなんかこう軸を感じる練習というかトレーニングはいつもやってるっていう、トレーニングとは筋トレではなくて、まずこう頭が動かないでどう体肩をこう動かしていけるかなっていうのはいつでもこう歩いてる時でも考えてます。こう普段もどこに行くのでも歩いてる時にでも自分のこの中心の線を意識してこう歩いてバランスをこう保つ、頭が動かないで動いたりとか、こう体があんま上下しないようにこう重心をちょっと意識して歩いてみたりとか、そういう私生活というか普段のちょっとした行動の中で、私はまあゴルフにつながるような意識を持っていたり、まあ、暇さあればもう肩甲骨をとにかく固めないようにこう動かしてストレッチをしたりとか、こういうストレッチっていうかこう肩甲骨を動かすのはもう一日もう何回もやりまくってます。暇さえあればこう脇を腕をこのように広げたり、肩甲骨が固まらないように、とにかくやっぱりこう何もしないとどん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 こう肩ってこう前に出てきたり固まってきてしまって、こう肩甲骨動かなくなるとですね、非常にゴルフにとってはあんまりこうよろしくないというか、こう私生活にとっても、この首が凝ったりとか、背中が凝ってきたりとか、まあいいことないですね、体が硬くなったら。だからまあとにかくその体が固まらないようには私生活の中からしてるということと、必ず寝る前にはストレッチ、こう前屈をしてます。前に倒してゴルフのスイングでいつも大事ですよって言ってるのは、結構裏ももハムストリングなんですよ。そしてお尻の筋肉、ここを使うことが重要ですし、ここが固まると結構腰痛とかにもですねつながってきてしまうので、なので必ず寝る前は毎日、これはもう学生の頃からバレーボール時代ですね、学生の頃から、もっと言うともう中学生の陸上部くらいから、もう毎日欠かさずやってるんじゃないかな。どんだけこの泥酔してですねお酒を飲んで、記憶がなくならない限り、記憶なかったことないですけど、記憶なくならない限りもうね、どんな状況でもこの前屈は病気の時でもやったりします。お尻から太ももの筋肉、ここです。ここゴルフの、スイングで一番使うと思ってます。特にこの右半身なので、この寝る前に必ず前屈はしてる、ここが伸びるように気をつけて、このね10秒くらいを2セットくらいやりますね。あとお尻の筋肉伸ばすなら、こう足組んでこのまましゃがんでも伸びますし、これ座った状態でもできますんで、そういうお尻を固めないこと、特にこれはゴルフのためっていうのもあるし、腰痛にならないようにっていうところもありますね。まあ、ただでさえ腰張ってくるんでね、やっぱりこう立ちっぱの仕事と、まあ、特に今年はパソコンの仕事も多いので、やっぱりこの腰痛くなっちゃうというか、もう固まってきちゃうんで、とにかくこの固めないようには私生活から意識して、あとはやってるトレーニングとしてはたまに腹筋くらいですかね、これはなんかこう意味あるのかなぐらい、1日10回20回30回みたいな、こう日によって気分によって変わるんで、やらないと衰える一方だなというね、ことですよね。とにかく暇さえあれば、私の場合はですね、まあ、ゴルフのことを考えて行動してますってい う、こう鏡やったらもう頭動かないようにこうひねったりとか、ちゃんとこのお腹足に張りがくるかなみたいな、鏡やったらとにかくゴルフの素振りしたくなっちゃうみたいな、そういう状況になっている方はこれゴルフ上手くなると思いますので、それくらいぜひゴルフの、スイングのことを考えていただきたいという個人的な要望というかね、それくらい軸のことを気にしてほしいみたいな、頭こんな揺さぶっちゃダメですよみたいな感じですかね、ということがあります。大地先生の血液型は何型ですかとか、そういう質問もあるんですよね。なぜ人はゴルフをするのですかとか、そういうやっぱ質問もですね、いただいて、非常にこう個人的には好きなんですけどね、私は血液型 A 型ですからね。まあいろいろ皆さんこうね、質問をいただいて、こう細かいことをね気にされてるんだなって改めて、やっぱまあゴルフってこう分からないことだらけだなって本当に改めて思いますよね。こうこれは何なんだろう、これは何なんだろうって、やっぱこう疑問があって、なかなかこうレッスンとか、通わないとそういったことも解決できなかったり、そういうことを知ってる人が周りにいないっていうのもねあったりするんで、パッティングの動画を拝見させてもらってますが、体重移動とか腰を切る動きをされているのですが、こうパッティングに関しては全く体重移動は意識してないですし、意識というか体重移動しないように意識をしてます。で、腰を切るっていうのも全く、しないように意識しているので、肩に関しては、
まあ、今これ今座ってるんですけど、こういう肩だけのストローク、まあ、どっちかというとそしてこう回転ではなくて下前傾して、この少し上下の、動きに近いような動きになりますね。斜めの軸に関し対して少し肩を左右に揺らしていくので、あんまり回転の動きではないです。もちろんこう大きくなったら回転になるんですけど、どっちかというと縦の動きのイメージかなと思います。ということで今日はちょっとこの辺にさせていただいて、また次回ですね、質問にどんどんお答えしていきたいと思います。実際にボールを打ちながらもね、解説したいと思いますので、引き続きいろんな動画の方にですね、質問の方お待ちしておりますということで、動画の高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。